this hour. どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パワテラですけど、今回なんですけども、大型アップデート直前、初心者でもできる200万ドル無限お金稼ぎということで、初心者からできるものから、カヨペリコ強盗のクールダウンタイム144分の間に最適な無限お金稼ぎまとめになっています。ではまずですね、何にも持っていない初心者さん、 CEO にボスジョブっていうのはできるんですけれども、これセキュールサーブボスは無料で登録でき、で、例えばバザードとかをね、持ってない人はレンタルなどで壊さないように注意して使ってください。まあオプレッサーマーク2とか持ってる人はめちゃくちゃ楽なんですけれども、これで例えば強引な取引、そしてロスサントス空港とかでやると簡単に3万ドルとかを、稼ぐことができます。でこれらの CEO ボスジョブは、クリアするとクールダウンタイムといって5分間休憩する必要があります。では続いてですね、今週めちゃくちゃ稼げるね、報酬アップのミッションがあって、これ ULP ミッションというのがこの場所から開始できます。全部一通りクリアすると、オプションのジョブのロックスターゲーム作成ミッションのところから、ここからも開始できるようになります。でこれ報酬2倍 ×2 倍って書いてあるんですけど、これどういうことかと言いますと、これ夏の大型アップデートで追加されて、その時に報酬2倍だったのに、それがデフォルトみたいな状態になり、さらに今ね2倍になってるので、実質4倍みたいな感じですんごい稼げるんですね。なのでやったことない人、これソロでできますので、ぜひ一度はチャレンジしてみてください。で全部クリアするってなると大変だと思うんですけど、本当に最初の1個2個でもいいのでチャレンジしてみる価値はあります。でなかなか内容も面白くて、そんなにね、最強な武器とか最強な乗り物を持っていなくてもチャレンジできるというような内容になってますので、まあ、比較的初心者でもやりやすい方なんじゃないかなと。スナックアーマーなどしっかり回復できるねアイテムをね準備しておき、チャレンジするといいと思います。で、初心者講座っていうのを過去に出してますので、そちらの方をね、参考に攻略してみてください。で報酬がですね、なんとこれ約10万ドル近いという報酬になってます。これはねかなり稼げるし、 RP ものすごいです。なんと RP 2万 RP、 これはかなりランク上がります。ここまでが初心者ができるループみたいな感じだったんですけど、こっからですね、エージェンシーを持っている人は報酬現在 1.5 倍の公衆電話暗殺ミッションがおすすめです。これフランクリンに電話をできるね、解除する必要があるんですけど、これセキュリティ契約っていうのを3回やる必要があります。で詳しくはね、解除方法概要欄参考にしてください。例えば暗殺ミッション、苦手なパターン来たなとか、この条件よくわかんないなっていう時はもうセッション移動しちゃってください。クリアせずにセッション移動すれば再度新たにチャレンジすることができます。比較的簡単なのはゴルフ場に行くやつとかはね、結構簡単なのかなと思います。でこれをクリアすると、通常だと8万5000ドルぐらいなんですけど、これ 1.5 倍になっていて12万7500とめちゃくちゃ稼げます。でクリアしたらですね、今まではスタイル変更などしてセーブをかけて、アプリを再起動するとすぐにチャレンジできたんですけど、それ修正入ってますのでクールダウンタイム20分あります。なので20分間空いた時間を、また例えばですね、CEO のボスジョブで、例えば今度はヘッドハンターなどをやってみるといいのかなと思います。とにかくこの待ち時間っていうのを何か稼げるもので、時間を埋めていくと、そうすることでどんどん稼ぎが、ね、良くなります。で同じね、ボスジョブとか、暗殺ミッションとか繰り返してるとパターンがね大体ね分かってきます。この位置で開始すると、この攻略だなだったりだとか、この方法はこうやると楽だなっていうのが見えてきますので、まあ、それを繰り返していくのもありです。また ULP ミッション2個目などもそんなに難しくありませんので、これもぜひチャレンジしてみてください。今回はハッキングでドローンをね2機、ハッキングといって近づいて、ハッキングするんですけど、その後ですね、アパートに入ったり、連れ去られたりとかっていうことをします。でそのまま、ハッキングまた再度やり、これもなかなかね面白い内容になってますので、やってみる価値はあるかなと。そんなに難しいものではありません。でこれもまた、このまま逃走するだけになるんですけど、クリアすると先ほど言っていた2倍 ×2 倍ということで、もうねこのクリアの報酬でなんと10万ドル近く手に入れることができ、また2万 RP と、これランクめちゃくちゃ上がりますので、初心者さんね
ぜひ ULP ミッションにチャレンジしてみてください。これはかなりいいです。そして今週はなんとですね、地下基地のビジネスの売却報酬2倍となってます。これもなかなか稼げますので、50万ドルぐらいをねポン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 稼げるようなイメージになってますので、ぜひね地下基地持ってる人はビジネスやってみてください。時間が空いたらね原材料は調達しておくといいと思います。で、地下基地の、武器の配達ですね、これもまたすっごい簡単なんですけど、ただドライブするだけなんですね。ここにトラックがあって乗り込める状態、水色になっていれば乗り込んで、であとは武器屋に運ぶだけ。これ報酬2倍になっていて、通常は5万ドルなんですが、ただのドライブでなんと10万ドルもらえると。これもまたね稼ぎやすいんでおすすめです。ではここから4つの自動金稼ぎの回収ということで、 GTA には全く仕事しなくても稼げるシステムっていうのがいくつかあります。まず1つ目、ナイトクラブの人気度の収益ということで、人気度がマックスであれば48分ごとに5万ドル、最大この金庫の中に25万ドル貯まります。これを定期的に回収ということで、48分 ×5 なんで、まあ3時間ぐらいでね回収しに来るといいかなと。で、人気度が下がってきたら地下1階とかに行き、 CO に登録した状態で DJ を交互に雇うなどすれば、1メモリ上げるのに DJ を2回雇うことで、人気度を上げることができます。また夏の大型アップデート以降ですね、ナイトクラブ内に、水色の丸の点があったら、それ迷惑客なのでそれを、追い出したりすると人気度も上がったりします。そういった感じで、人気度を維持するのもありです。まあ、こういった感じでね、このね自動金稼ぎめちゃくちゃね優秀なんで、これはね同時進行しておいた方がおすすめです。また続いてはですね、アーケード持っている人はアーケードの自動収益ということで、まあこれもね最大10万ドルぐらい金庫に入ってますので、定期的に回収するのをおすすめとします。これはアーケード持っていてゲーム機をね配置していれば自動的に入るシステムですね。続いてエージェンシーの収益の回収、これはセキュリティ契約を繰り返した数によって人によって違うんですが、48分に入る金額が違います。で、最大25万ドルぐらい確かこの中に入ると思いますので、これもまたかなり稼げるシステムおすすめです。では4つ目の自動お金稼ぎ、最終的なものはナイトクラブのビジネスの売却です。これはいろいろな拠点ビジネスを持っていて、ナイトクラブにリンクしていると自動で、完全自動でね、ナイトクラブの方でもお金を稼いでくれます。で、最後ですね、売却をするだけ、これもね正直ドライブするだけなんですけども、そんなに難しいパターンはありません。おそらく地下基地のビジネスが一番難しいねパターンとか来やすくて、ナイトクラブのねビジネスの売却は比較的簡単かなと思います。で、大体24時間放置で150万ドルほどね稼げるんじゃないかなと、まあ拠点を持ってる数によりますので、まあこれらはねナイトクラブビジネスガイド概要欄参考にしてください。また公衆電話の暗殺ミッション、無理や苦手なパターンはセッション移動で再度チャレンジということで、例えばですね、20分に1回できる公衆電話暗殺ミッションリクエストして、で電話を受けてみて、で内容を見て、あ、これちょっと苦手だなとか、このパターン失敗しやすいんだよなってもの結構あったりします。そういった時はですね、無理にやらずにそのままクリアせずにセッション移動してしまうと。で、セッション移動した先でもう一度フランクリンに電話することができるので、20分のクールダウンタイムにはなりませんので、ここで再度チャレンジすると。で、それで受けたパターンで、あ、これならいけるなと思ったらやってしまうのがいいかなと。何回も何回もキャンセルしてると時間もったいないんで、まあ、やっちゃった方がいいと思うんですけど、まあ、そんなにね、難しい内容じゃなければチャレンジしてみると。で、ハテナのマークが出てるのは大体ねギタートルネードだったりするので、野良車両で行き先を塞いでおき、ガソリンを撒いて遠くから、撃つ、状態をね、狙っていると。で、ターゲットが車に乗り込んでから、銃を撃ち込むようにすると比較的簡単にクリアできるかなと思います。まあ、結構ね暗殺ミッションで、ね、いろんなパターンがあって面白いんで、まあ、いろんな、ね、やつやってみるのありですね。ということで、この報酬も 1.5 倍となっていて、簡単に12万7500ドル稼ぐことができます。もうこれだけでね、7、80万ぐらい、プラスナイトクラブのビジネスで150万ぐらい稼いでいます。もう200万超えしてますね。まだまだ報酬2倍あります。これは地下基地ビジネス売却報酬2倍ということで、ソロで売却する場合はですね、在庫を半分以上持つと売却がねちょっと困難になりますので、
基本的には半分以下でやった方がいいかなと思います。届けるね乗り物が3台とかになってるとちょっとね時間ギリギリだったりとかちょっと無理なパターンとかでもありますので、まあせめて1台2台でね配達できるもの、また車両によってはですね1台でまとめてね終わりっていうものもありますので、比較的少ないね在庫で売却を繰り返すと楽に稼げるかなと思います。今回は全然在庫貯めてなかったんですけど報酬2倍で20万ドル超えということで、これもおすすめです。そして最終的に大型アップデート追加されるものを全部欲しいよっていう人は、目標3000万ドルあればおそらく追加されるものは全部購入することができるのかなと思います。まあしかしね、全部購入する必要もなく、厳選して購入なら1000万ドル程度、大型アップデートで追加されたものを全て買う必要はありません。必要なものだけ、いいなと思うものだけ購入で十分かと思います。なのでね、全部パパテラはライブとかで買ってみますけれども、いらないなっていうものも含めて案内していきますので、そちらの方も参考にしてみてください。では最後に3つの簡単ソロお金稼ぎ、短時間でできるものですね。まずタイムトライアル、今週のタイムトライアルは比較的距離は短いんですが、早い乗り物でないと多分時間間に合いません。1分以内のね58秒以内でクリアということになってますので、例えば、白鳥ドラッグとかでないと正直厳しいかなと思います。バティだと多分ギリギリいけるかいけないかぐらいで、まあ翔太郎もね相当上手い人じゃないと難しいかなと。なので白鳥ドラッグおすすめです。次世代機の人は、PS5 Xbox シリーズの人はハウスペシャルワークスアップグレードされた、白鳥ドラッグであれば、まあ時間余ってねクリアできるかなと思います。紫のルート通り行っちゃうとどうしてもクリアできませんので、ちょっとねショートカットというか、無駄に変にくねくねせず1回のねカーブだけで行けるようなルートを選びます。でもあとはもう全速力で行ったり、交差点でね対向車とか横断する車両に当たらないようによく見ながら渡るしかないかなと思います。焦るとねやはり接触とかしてしまいますので、曲がりきれないなっていうところはアクセルをふっと離すっていうのもおすすめです。1回限りの10万1000ドルとなっています。続いて RC タイムトライアル、これはアリーナと、RC バンディと持っている人が条件となりますので、初心者は無理にやる必要はありません。では視点を遠くしておき、 RC か全速力で走るとこけますので、横転とかもしますので押したり離したりのアクセルをやります。まずこのように湖の周り走るんですけれども、全速力はほとんど使ってません。押したり離したりを結構繰り返していって、全速力できるポイントちょっとこの辺りだけかなっていうぐらいかな。ここでちょっとスピード出せるんですが、ここで1回離したりで思いっきりスピードを出す、そして1回離す、カーブの前は必ず離すっていうのをやった方がいいです。でここ接触1回してますけど時間内にクリアできます。でここは注意ですね、湖の周りは基本的にね思いっきりスピードあんまり出してません。出しすぎるとやっぱりね湖に落っこったりとか、まあ、スリップとかしますので、これ注意してください。で今度はね墓地の方また入っていきます。ここからぐるっと回った時ですね、この辺りだけ思いっきり全速力で走ります。ここだけスピードアップします。でまたここで一回一瞬ねスピードダウンして右に入っていき、またここで思いっきりスピード上げていきます。思いっきりスピード上げていくんですが、今度は右に右に曲がっていきます。この時ね横転しないように注意で、右に行き左右とぐるっと回って最後ゴールで、1回限りの10万1000ドルの報酬 RC タイムトライアルでした。最後は PS5 Xbox シリーズ限定ハウスペシャルワークスタイムトライアルです。これはね白鳥ドラッグハウスペシャルワークスアップグレードされた車両なら、全然時間余裕持ってねクリアできると思います。ゴール地点はここなんですが、紫のルート通り行ってもクリアできますし、例えば途中から高速道路に入る、そして西海岸を走るなんてパターンでも全然クリアできます。今回西海岸のパターンで見せていくんですけれども、まあ本当にね高速道路に入って西海岸行ってずっと走るだけになりますので、映像だけね残しておきます。で先ほども言ったように、大型アップデート12月13日に来ます。もう残り、2日3日ぐらいしかないということで、今からできるお金稼ぎ何なのということで、初心者さんはこの動画の前半に案内した CEO ボスジョブとか、UNP ミッションとか、まあ、そういったものをやるのがいいかなと思います。
である程度、拠点を持っている、例えばエージェンシー持ってる、地下基地持ってるっていう人は、今回ね報酬 1.5 倍の暗殺ミッションを加えてみる。また、地下基地のビジネスも間に入れてみる。サイドビジネスの武器の売却も配達もやってみると。またカヨペリコができるような人であれば、カヨペリコ強盗をやりながら、ソロのクールダウンタイム今144分になってますけれども、その時間ね、もったいないというか何もできないでいるよりは、何かこうやってお金稼ぎやるということで、今回のお金稼ぎを、ちょこちょこ合間に入れてみると。そうすることでカヨペリコ強盗って報酬がだいたい150万ぐらいもらえると思うんですけど、それ以上に待ってる時間に稼げてしまったりするんですね。なので1時間で今回のねお金稼ぎ100万ぐらいのペースで、ね、全然稼げると思いますので、まあ、ぜひね時間がある方は、そういう感じで、クールダウンタイム中をうまく活用してみてください。また、そこまでね、ゲームやってられないよっていう人の場合はですね、ナイトクラブのビジネスとか、ナイトクラブの人気度っていうのを常に保つようにしておいて放置しておくと、まあ、それだけでも1日200万ぐらい稼げたりしますので、そちらの方もおすすめですということで、最後はハウススペシャルワークスタイムトライアルは25万4000ドル1回限りの報酬となっています。今回はソロでできるお金稼ぎまとめました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。